監督の佐久間圭介です。今日の、17時15分から、短編映画のストーリーズオブユースという企画の中の、一編ファニーを監督させていただいてます。よろしくお願いします。内容についてはどのようなものでしょうか。内容は人と話すときに変顔をやめられない女性っていうのが主人公で、その人が、まあ、その癖が理由でちょっと生きづらくてっていう中で、どういうふうに生きていくのかっていう話です。すみません、変顔というのはこう何かこうある種の、まあ、病名がついたような感じなんでしょうか。病気としては描いていなくて、まあ、そういう癖を持っている人っていう描写をしています。あ、なるほどね。はい。それは何かこう監督さんとしては共感するような内容があったということでしょうか。そうですね、僕がもともと今まで生きてきて、まあ、どうしてもできないことだったり、自分じゃどうしようもないことみたいなのに結構苦しんできたというか、いろいろ考えるところがあって、そういう人たちは他にでもいるんじゃないかっていう、同じような悩みを持った人がいるんであれば、僕としての、こういうふうに生きていければ、もしかしたら幸せなんじゃないかっていうことを提案した内容って感じになってます。はい、なるほどね。監督さんとしては何作目なんですか。そうですね、5作目ぐらいになりますかね。はい。テーマとしてはこういつも違う感じですか。僕はずっと、なんていうかな、変な人の味方でいたいっていうのが一貫したテーマとしてあって、それが今作も同じテーマで、映画を作りました。なるほどね。どっちかというとやっぱりなんかマイノリティ的な。そうですね、僕自身高校時代に、アメリカに住んでいたことがあって、で、そこですごい何千人っている学校だったんですけど、日本人というかアジア人が僕しかいないっていう環境で育ったっていうのもあって、その人と違うとか、そういうことに結構自分としての興味があって、そういうのを伝えていきたいなっていうのはあるかもしれないですね。ああ、なるほど。その体験は、はい、ご自身にとってはどうですか。後で考えると何か良かった悪かったなんて言い方はちょっと考えたんですけど、はい、これは結構これから僕が作っていく映画の中でも、取り扱うテーマではあるんですけど、そのなかなかその自分が苦労した経験みたいなことって、その後になってみれば肯定はできますけど、だからといってそのしんどい思いっていうのをどうしてもしなければいけなかったのかって言われたら、そうはちょっと言いたくないというかっていうところがちょっと難しいなとは思ってます。あ、なるほど。日本の社会っていうのはなんかしんどくても、ね、なんか我慢しろみたいなところがありますけど、はい、言わないと助からない人たちがいますよね。そうですね、そういう意味では監督がされてることっていうのはこう、違ったケースで何か苦しんでる人たちがいて、じゃあそういう人たちに対する共感を呼び起こすとか、何か違った視点で、ね、見てあげるとか、そういう役に立つかもしれないですよね。そうですね、僕が結構常々言っているのは、その今の日本の社会、世界でもそうなんですけど、みんながこう黙って生活しているからといってみんなが大丈夫なわけじゃなくて、その中にいっぱい小さな叫びみたいなのがあるので、そういうのを僕が映画を通して拾っていって世界中に届けていけたらなとは思っています。ということはシンクロしたり字幕をつけたりっていう計画があるんですか。あ、そうですね、僕の映画基本的に全部英語字幕がどこで上映するときもついていて。あ、なるほど、はい、それは助かりますよね、国際的な映画になるために。そうですね、あと、いろいろ意見はあると思うんですけど、その僕は字幕にすること前提で結構映画を作っているので、映画の内容とかセリフとかその出てくる演出すべて含めて、その日本人しかわからないことみたいなのを極力排除していて、その字幕にして、日本人じゃない人が見た時でもちゃんと映画として同じ体験ができるように設計しているっていうのはあります。あ、なるほど。それはまた、新しい視点というか、それが当たり前
なら当たる前って言うんでしょうけど、はい、なんか日本人って我々しか分からない何かあるよねみたいなことを言ってなかなか、ね、伝えるものがないからそういうのか、はい、分からないんですけど、はい、多分伝えるものが言うことないみたいなところがあるんじゃないでしょうか。まあそうですね、そのどうしたって僕が日本で生まれ育っているんで、どうしたってその日本人だからこその、出てくる演出だったりとか色っていうのは絶対出てくると思っているので、そこに僕がなんかわざわざ固執しなくても出てくるものじゃないかなと思って、僕は普遍性の方を大事にして映画を作ってます。まあ、それって国際的になるためには重要ですよね。だと僕は思ってます、はい、これは限定的に、ね、日本人のそれもどっかの地域に住んでる人しかわからないから、そうですね、別に、ね、じゃあ自分たちだけで上映すればって感じですよね。はい、なんかすごい新しい感性で、なんかもうちょっといいなと思います。ありがとうございます。じゃあ今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。